こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウニングレバープリ2020やっていきたいなと思います。はい、2月14日なんですけど、バレンタインチョコもらえるようなイベントは発生しませんので、はい、僕がチョコの代わりに動画皆様にお届けしていきたいなと思っております。ということで今回もですね、2月13日週刊 FP レベマ比較ということでやっていきたいなと思っております。で、このガチャはですね、僕初めて週刊 FP で新評価つけたガチャになるんですけど、まあやっぱり中身見ていくとすごくいい選手はいますので、ぜひですね、レベマ比較見ていただいた上で、まあ納得してする、納得して引くという形で皆様にやっていただきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで今回も5段階評価ですね、まああくまで僕の独断と偏見にはなるんですけど、 S から C までの5段階でやっていきますので、ぜひチェケラしていただけると嬉しいなと思います。ということで早速いきましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、 C 評価基本的には使わない選手ということで、一発目ヘルニモ・ルンリ選手ですね。言いにくいね、ヘルニモ・ルンリということで、はい、この選手アイコンめっちゃいいですね。なんか黒玉浮かしてますみたいなマジシャン風なねアイコンになっているんですけど、今週のゴールキーパー枠ということで、全体的にもう一回り欲しかった感はありますかね。90前半の数値もいくつかありますし、まあ今案後っていうことを考えると、まあゴールキーパーだと正直育成優先度はかなり低いかなっていうところですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、同じく C 評価セルジオ・オリベイラ選手です。はい、この選手は今回決定力とオフェンスセンスが爆上がりしていて、プラス6半端ないですよね。で、今回シュート系スキルもですね、3つ追加されているということで、ここのですね、まあ、得点能力っていうのはナンバー10屈指の数値になってくるのかなと思います。まあ、ただパスとかドリブル系がですね90届いてなかったりとか、まあ、スピションがかなり遅めなので、この辺りもちょっと気になる方は多いんじゃないですかね。で、あとナンバー10で言うとレジェンドでプレスタイルとして持ってる方が多いんですけど、ここがですね B 固定にこの木曜日からなってるので、そうこうなるとまあ結構厳しくなるかな、優先度としてはかなり下がるのかなっていう印象ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、新評価ラパドゥーラ選手ですね。ラパドゥーラってさ、なんかすごい響きいいよね。どっかで聞いたことあるんだよな、これなんだろう。全然僕ずっと5分ぐらい考えてて思い出せなかったんですけど、なんかラパドゥーラに似てる響きのものあったらぜひ教えてください。はい、でこの選手はですね、まず超珍しいデコイラ持ちですね。はい、黒玉だとミュラーとか持ってたりとか、あとちょっと前にファンズチョイスでクワメ選手なんかが持ってましたけど、はい、デコイランという珍しいプレイスタイルで、能力面というとですね、やっぱり得点能力とスピシュンが魅力ですよね。はい、まあスピシュンで言うと90届いてないんですけど、オフェンスセンスと決定力がともに90乗ってるっていうのはすごくいいのかなと思っております。で、今回のスキル追加もですね、まあ、ヘッダーワンタッチシュートということで、まあ、得点能力を補佐するようなスキルなので、はい、ここの相性もいいんですけど、公安さんなんですよね。他数値がですね、まあ、全体的に低めだし、コンディション程度低いってことを考えると、まあちょっと厳しいかな。まあ、あとはデコイランをですねどれだけ評価するかで変わってくると思うんですけど、まあそれでもちょっとマイナス面が多いかなっていう印象ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 B 評価基本的には使えないが、希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目ボリーニ選手ですね。はい、ちなみにボリーニも1個前に紹介したラパドゥールも元 AC ミランの選手みたいですね。で、ボリーニに関してはですね、レフトウィング登録でボックスでボックスっていうね、珍しいよね。大体 B2B だと、まあ、CMF 登録が多いかな。はい、そんな感じなんですけど、ウィングで B2B っていう珍しいタイプで、今回ですね、銀から黒に飛び級でなってるので、まあ、強化度としてはかなり高いのかなと思います。あと、適正の広さも怪物級ですよね。はい、で、能力で言うと、まあ、バランス方で、全体的にですね、突出してる数値はないけど、大きな欠点もないということで、しかもですね、スパサブ持ちなので、ここは大きな魅力ですし、結構面白い能力かなとは思ったんですけど、まあ、ただですね、能力値的にもうちょっと底上げされて欲しかったかなっていうのと、ディフェンス系がですね、もうちょっとあれば特に良かったかな、そんな感じなので、希少性とか特徴は間違いなくあるんですけど、積極的に起用するかっていうと、ちょっと迷ってしまうところはあるかもしれないですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、同じく B 評価、ガストン・ラミレス選手ですね。もうアイコン完全に横向いちゃってますね。はい、この選手評価迷ったんですけど、悩んだ末に今回は B 評価にしました。はい、で能力で言うとですね、オフェンスセンスから決定力までは安定して高いですよね。特に今回ですね、オフェンスセンス、キック力、決定力、この辺りのですね得点能力周りっていうのが非常に上がっているので、ここはですね FP 化によってかなり強くなったところと言えるのかなと思います。で、スキルが優秀ですよね。追加したスキルでミドルシュート、ライジングシュートもすごくいいですし、ワンパとかダブルタッチ持ってますので、あとこれエラシコつければネイマール風ダブルタッチもできますよね。はい、この辺りのスキルっていうのはチャンスメーカーの中でも割と優秀なのかなと思います。ただ考案後がちょっと気になるのと、スピードとスタミナなんですよね。ここが結構低いので、もしここが低いのであれば、もうちょっと足元とかパス系が欲しかったところであるので、その辺り考えるとめちゃめちゃ優先して育てるっていう感じではないのかなとは思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A 評価能力がそこそこ高い選手、ライブアップデート B 以上であれば使いたい選手ということで、一発目デフライ選手ですね。最近 CS でも出てきてね、はい、デフライなのに全然出づらい感じはないんですけど、
はい、この選手ビルドアップではあるんですが、能力は結構強いですよね。ディエス能力非常に高いですし、競り合いもできて体も強いで、スキルもですねマンマークインターセプト持ってますし、スピードやパス系も最低限はあるので、はい、ライブアップデート良ければ十分使える選手だとは思いますね。僕もですね、確かいつ当てたんだっけな、 CS かなんかどっかで当てたんですけど、はい、1回はレベマにして使おうかなとは思ってますね。はい、で以前のですねデフライと比較していくと、1回目はですね結構攻撃タイプだったんですよね。ワンタッチシュートだったりとか、あとはオフェンスセンスが高かったので、まあ今回の方がいいですかね。で前回の CS との比較は結構難しくて、スキルとかですね能力の上昇幅で言うと今回なんですけど、前回ですねボール出しが高かったんですよね。なので正直僕は CS 版の方がいいかなって思いました。まあただこれはですね、まあ好みのところもあるので、ぜひこれ見て判断していただきたいなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね同じく A 評価フォラント選手ですね。この選手もかなりいいですよね。1回レバークーゼンクラブセレクションで登場して、その時はですねめちゃめちゃ強い印象はなかったんですけど、改めて見てめっちゃ強いなって思いましたね。はい、見たら分かる通り超万能型のラインブレーカーで、使ってる方視聴者さんにもいるかな、もしいたらぜひですねコメントで使用感とか教えていただきたいんですけど、特にですね今回得点能力が大幅強化されて、キック力大爆発してますよね。もう99関数とやばい、アドリアーノですかって突っ込みたくなったんですけど、はい、かなり強くなってますし、スキルも優秀で根幹も高めで、はい、ライブアップデート B 以上だったら全然チャンスある選手かなって思いましたね。はい、で以前のですねフォラントと比較していくと、前回はですね CS 版ですし、おそらくねこれ中型アップデートでスキル増えたのかな、多分そんな感じだと思うんですけど、それもあって今回が完全に上位互換ですね。ていうかまあ別人レベルに強いので、迷う暇もなく乗り換え安定でいいのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね A 評価アレクサンドル・ジク選手ですね。僕今週この選手当たって、その時はですねそんなにいい反応しなかった、まあしてたか、まあまあまあ普通の反応だったんですけど、いやこれ隠れ当たり的なイメージで結構いいんじゃないかなと思いました。能力だけじゃなくて、もうこのプライスレスな笑顔ね、はい、ここも育てたくなっちゃう理由の一つですよね。で能力で言うと、正直ですねディエンス能力っていうのは90届いてない数値もちらほらあるので、ここに関してはですねトップ層と比較するとちょっときついんですけど、注目はですねこのスピード瞬発ですね。このフォワード並みのスピード瞬発持ってますし、さらにですねプレースタイルがハードプレスということで、いやこれ結構魅力的だと思うんですよね。で適性もですね初期からセンターバックと右サイドバックができて、追加すればですねセンターバックと両サイドバックできるユーティリティ性も持ちますので、僕は育てる価値十分あるんじゃないかなって思いましたね。まああとはですね考案後なので、ディフェンダーってこと考えると、ライブアップデート B 以上は必須になってくるのかなとは思いますね。まあスピードがしっかりありつつディフェンス能力もついてきてますので、はい、僕は十分育てる価値あるかなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね A 評価レナトサンチェ選手ですね。まあ間違いなくというか大当たり枠に入ってくるんじゃないかなっていう選手ではあるんですけど、いや懐かしいよね、2018ぐらいの時は使ってる方すごく多かった印象なんですけど、 FP で黒になって帰ってきたって感じですね。まあ相変わらずですねスキルも能力もめちゃめちゃ優秀で、ていうかね強化度がすごい高い、プラス8とかもありますよね。決定力だったりとかグランダーパス、このあたりがプラス8されてますよね。はい、で能力で言うとですね、まあめちゃめちゃバランス型のミッドフィルダーで、まあパスもさばけるし、ディフェンス面もある程度あるし、体の強さだったりとかスピードも合わせ持つので、はい、本当に万能型ですね。で、あとはですね、スキルですよね、優秀ですね。ダブルタッチ、アシューラーコントロール、ライジングシュート、ワンパス、スルーパスということで、はい、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思っております。で、まあ、これはですね、豆知識的なところなんですけど、エラシコつけていただければネイマールダブルタッチ狙えたりとか、まあ、個人的にはインターセプトとかの方がいいかな。はい、このあたりつけていただけると、ディフェンスの安定性っていうのがすごく増すと思いますので、はい、より強くなるんじゃないかなと思っております。で、長所もですね、まあ、フライパス以外はプラスついてますし、はい、まあ、育成ちょっと大変なのと、あとね、唯一最大の欠点は懇願4なんですよね。はい、ライブアップデート上下動次第なんですけど、まあ個人的にはこのタイプだったら B 以上は確実に欲しいかなと思うので、ここはまあ起用する時のネックにはなるのかなと思ったので、はい、定義通り A 評価にさせていただきました。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手、ライブアップデート C でも使いたい選手ということで、一発目デュンフリース選手ですね。まあドンフリークみたいな名前ですけど、はい、今回カバーニに続いて大当たりの選手だと思ってますね。引いてる人が少ないからか、そんなに注目されてないイメージで、いやこれも隠れ当たりって言えるんじゃないですかね。はい、この選手はですねまずこの高身長にフィジカルの強さ、これサイドバックで持ってる選手なかなかいないんですよね。なのでここはですね頭2つ分ぐらい抜けてますし、まあスピードもあってパスも上手くて、あとはディフェンス面もですねまあ最低限あるので、珍しさもありつつサイドバックとして必要なものもしっかり持ってますので、いやーめっちゃ優秀だと思いますね。でスキルもですね多くはないんですけど、今回スルーパスも追加されて、まあインターセプトだったりとかピンクロだったりとか、はい、いい感じですよね。ガチスカのライトサイドバック採用で悩んでる方はですね間違いなく候補には入ってくるのかなと思います。でプレースタイルで比較すると優秀さ分かって、先ほども言った通りですね身長やフィジカル面はかなり高いですし、あとはフラ
ライパスですよね。ここ90と頭一つ抜けてる感じなので、いやーめっちゃ魅力的ですね。まああとはこのディフェンス面のデメリットをどう捉えるか次第ではあるかなとは思いますけどね。はい、ということで次行きましょう。はい、最後はですね、当然の A プラ評価カバーニ選手ですね。まあ今週の超大当たりはカバーニだと思いますので、はい、僕出せなかったことを思い出すとこの後うまく眠れるかすごい不安ですね。はい、で半年ぶりのゴールで登場ということで、もうこのエピソードもエモすぎるし実況もエモすぎるということで、もういろんな意味でカバーニ今週当てたかったなってすごい思ってますね。で能力で言うとですね、今回全体的に1から2上がっていて、特に上がってるのが、まあ、ボディコン決定力ボルコンあたりですかね。でオフェンスセンスと決定力えげつないですね。特に今回決定力がプラス4はめちゃめちゃでかいですよね。で他で言うとですね、まあ、スピードもしっかりありつつ、やっぱり魅力はフィジカル面ですね。競り負けない体も合わせ持つっていうのが、まあ、カバーニがですねライブレの中でも重宝される理由ではあるので、いやーここは本当いいなって能力見て思ってましたね。でスキルで言うとやっぱりワンパですよね。はい、ここ超絶希少ですし、その他もですね、まあ、ストライカーとして必要なスキルって持ってますので、はい、間違いなく大当たりクラスでいいんじゃないかなと思っております。まあライブレプラスワンパ持ちっていうところで言うと、インモービレに強烈なライバルが出現した感じですよね。でプレスタで比較していくと、想像以上にカバーに強いなって思いましたね。オフェンスセンス、決定力、キック力の高さっていうのはまあほぼ最強クラスですし、まああとはやっぱりフィジカル面ですよね。ここに関してはトップ数値ほぼ取れてますので、はい、めちゃめちゃいいのかなと思います。まあ他もですね大きく下の数値はないですし、まあ強いて言えばスピードかな。はい、こことあとはですね結構上背があるので若干重たさは感じたりはするかもしれないですけど、ここはですねぜひ当たった方は一旦試合で試していただきたいなとは思いますけどね。はい、当たった方はね。ということで今回ですね動画以上で終了していきたいなと思います。11名一気に比較させていただいたんですけど、まあ悩んでる方もですね結構多いかなと思いましたので、ぜひ参考になったら嬉しいなと思います。いいと思ったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただいてありがとうございました。本日の選手のロックイズはこちらになります。いやー中型アップデート盛り上がってますね。まあ昨日の盛り上がりが最高潮だった気がするんですけど、はい、この盛り上がりを逃さないようにガンガンやっていきたいなと思っております。ということで答えはですねこの後のエンディングに書いてますので確認してみてください。ではまた明日、バイバーイ。